然ですが皆さん、ニガムシってご存知でしょうか？モンハンをプレイしたことのある方なら、一度は耳にしたことがあると思います。というのも、ニガムシという使えなそうな名前に反して調合、混乱毒回復、体力調整など至るところで活躍している万能アイテムだからです。これだけ聞けばわざわざニガムシさんを動画にする価値はなさそうですよね。でも本当は皆さんも気づいていらっしゃるのではありませんか？ニガムシさんの調合や混乱の回復などは本来の使われ方ではないことを、毒の回復が可能、とデカデカと記述されているにもかかわらず、解毒のためにこの虫を摂取しているハンターを見たことがない。そう頭に浮かんでしまったのではないでしょうか？別に浮かんでないけど、私が浮かんだって言ったら浮かべるんだよバカタレが。ねえマリサ聞いてる？あ、ごめん、想像の中で東京湾に投げればいいんだっけ？お前を、それだと私が浮かんじゃうだろ。というわけでですね、今回はニガムシさんの解毒効果を使って、何か面白いことができないだろうか、という企画でございます。細かい説明などは現地で行いたい所存ですので、早速一狩り行きましょうか。まずは、なぜ狩猟で使うのではなく面白いことに使おうと考えたのか。まあ、一言で言っちゃうと、解毒草の介護官だからです。例えば今みたいな状況で、解毒草かニガムシどっちを使いますか？って聞かれたら、間違いなく解毒草を食べますよね。そもそもの話、毒の治癒なんて解毒薬でよくね、ってなってしまうので、普通に使うと物好きド M の縛りプレイ動画になっちゃうんです。最悪の場合毒も治せなくて、ニガムシのダメージ受けた挙句に、ハンターがむせて隙だらけになるもんな。そう、でもねマリサ。実はいいこと思いついちゃったんだよ。ニガムシの解毒効果を使いつつも、他のアイテムには真似のできない、最高の遊びをね。というわけで、今回の本題である闇のゲーム、ニガムシソムリエの資格争奪戦について解説をしていきましょう。ゲームのルールは簡単、最後まで立っていた者が勝者です。最後まで立ってた人が勝利？まさに闇のゲームって感じだね。使用するカードはニガムシとドクテングだけ、オタル爆弾のみ。まずはドクテングだけとニガムシを使って体力をこのぐらいにします。その後、4人で一斉にドクテングだけ、ニガムシを飲むんです。当然、解毒ができなかったハンターは床とこんにちは。解毒できたハンターだけが残り、これを一人になるまで行うのです。なるほど、いかに効果の高いニガムシを食べ続けられるか。いう勝負なわけか。楽しそうじゃん。参加するぜ。霊夢と陽夢もやるだろ。でも勝負するメリットは何一つないんでしょ。土産もなしに私たちを参加させようなんて甘いんじゃないの。勝者には景品あるけど、やらせていただきます。さてまずは体力調整から。ドクテングだけの効果が持続している間はやることないので戯れましょうか。今回はイベクエバルファルクのクエストに来ているので、下に畑落とすのがとても有効な迎撃方法となっております。例えばこんな形が滑った。ドクテングの毒が治ったら、すかさずニガムシで体力を1にして、3メモリ目ぐらいまで自然回復してから、オタルで赤ゲージを消して、これで完了です。ここからが本当の勝負だな。景品のためにも、負けるわけにはいかないぜ、ふ。みんな男の顔になってるじゃねえか。じゃ早速、あ、ごめん。よし、始めるぞ。準備はいいな。ニガムシで解毒できなきゃ即退場、だろ、バッチリだぜ。じゃ、闇のゲームを始めよう。デュエル！デュエルの腕がどれほどのものか見せてみな。俺は、このカードを信じるぜ。ドロー、ドロー、ドロー。あ、ちなみに受けるダメージは全て赤ゲージなので、生き残ったら自然回復するだけで大丈夫です。これを一人になるまで繰り返しますよ。俺は決して負けるわけにはいかない。よし、行くぜ。俺がお前を倒す。デュエル。弱すぎなんだよマジ。ふん、我ながら 50% 未回復なんてついてるわね。これでニガムシソムリエの資格は私のものよ。なんてこった。欲しかったのに。そんなに欲しいかこれ。というわけで、今回はニガムシの解毒効果を救いたかった企画でした。救いたかったってことは救えなかったん。やめてくれ、現実にはもううんざりだ。次回は登録者5000人へ感謝を伝える動画となっております。楽しんでいただけるように自分頑張りますよ。ではでは。え、待って、景品は？いやもちろんね。まあないと言ったら嘘になるんだけど、一言で表すなら用意してなかる。いやちょまち、ごめんってマジで痛い。あついあごめんって言ってるじゃん。わかりました、もう二度とこんな真似は。おいちゃん